はい皆さんこんにちは今日も明日もあさっても実践アルノミ実践系英語 YouTuber の坂賀新社長です今日も元気よく問いパート5対策の問題やってまいりましょう今回扱う問題はこちらの問題です 今回も一つだけ、トレイニーです。久しぶりに出ましたね。い、e、いで終わってるやつですね。トレインは何々を訓練するという意味ですから、い、e、いがついたら、訓練される人ですよね。つまり訓練生とか見習いというのはこのトレイニーなんですね。逆に訓練する方の人、教官なんかはトレイナーですよね。犬のトレーナーといったら犬を訓練する人ですよね。はい、ということで、トレイナーだったら何々する人、訓練する人だから、教官。 そして、トレイニーだったら、訓練される人だから、見習いとか訓練生ということになります。はい、ということで、トレイニーでした。はい、それでは、このままで、京都市分かりやすく解説をこわからコーナーです。The new trainee w h e 欄 she met during her interview was assigned to her team. こうなっています。じゃあ、公文見ていきましょう。はい、文の最初の名詞ですから、主語っぽい。 ですぐ後ろ動詞が来るかなと思ったらコンマが来ててコンマからコンマまで何か挿入されてすっぽいです。で後ろ見るとやっとね動詞が出てきましたからこれが「THENEWTRAINI」に対する動詞でしょうと。新しい訓練生が彼女のチームに割り当てられたんですね。はい彼女のチームに入りなさいということで割り当てられました。はいそしてここからここまで見ていくと C は「 主ですよね。目と後ろ押しがありますがこれ SV 間違いないでしょうであとは前置詞数名詞です面接の間に面接の時に彼女が出会ったっていうことですね、はい、じゃあこの先行詞っぽい名詞新しい訓練生という先行,っぺい先行詞っぽい名詞がありますよね、はい なぜそんなことがわかるかというとこの空欄が全部関係詞関係副詞、関係代名詞関係代名詞ってことねフーフームフィッチという関係代名詞だったりフェアという関係副詞があるからあこれが先行詞となっているのかなって大体想像つきますよね、はい、じゃあこの新しい訓練生というのがこの赤い S'V' と就職後からなるこの部分にどこにどうやってもともと入っていたのかって考えればいいんですがこれは簡単でしょう 元々この位置にシメット、まあ、この人は男の人だったらヒム女の人だったらハーということですよね。彼女は彼に出会ったあるいは彼女に出会ったということですね。これは普通にヒムとかハーという形でもともとはあったと考えられますから The New t r a i とヒムが共通だったあるいは The New t r a i e とハーが共通だったわけですからこれが関係詞に代わって前へ出てひっついたんですね。ということははい。 人の目的格ですから、Whom 答えは B となりました。はい。ということで、答えは Whom でした。はい。それでは知識が定着する音読のコーナーです。The new trainee 挿入のところだから切りましょうか。whom she met during her interview、はい、挿入が終わったから切りましょう。was assigned to her team これ最後までいっちゃいましょう。はい、じゃあ、前から見確認。 その新しい訓練生は彼女が面接中に出会った人なんだが彼女のチームに割り当てられた。あの人面接中に私が出会った人や。ね、ようこそようこそ私のチームへとうことです、ね。はい。ということでこの順番で理解できればもうあなたはネイティブ、それでオンドックスタート。The new trainee, whom she met during her interview, was assigned to her team. the new trainee whom she met during her interview was assigned to her team the new trainee whom she met during her interview was assigned to her team the new trainee whom she met during her interview was assigned to her team the new trainee whom she met during her interview was assigned to her team The new trainee, whom she met during her interview, was assigned to her team The new trainee, whom she met during her interview, was assigned to her team The new trainee, whom she met during her interview, was assigned to her team. Yeah. Good job! Yeah.